こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は私が最近使ったプチプラコスメの中で特にこれ気に入ったというものをランキング形式で10個ご紹介していきたいと思います。ということでね、もう私のおすすめもりもりで、特にコンシーラーとアイシャドウかな、もう一押しのものがねかなり多くて絞るの大変でした。ぜひ皆様楽しみながら見てもらえたら嬉しいです。ということで早速いきましょう。そういえば今日までなんですけど、書籍で皆様の質問にお答えする Q&A コーナーみたいなものを、作れるということで、皆さんから書籍に載せる、質問をね、大募集しております。詳しくは概要欄の方に書いておきますので、ぜひね、締め切りが今日までなので、あと数時間だと思うんですけれども、よろしければコメント欄からたくさん質問もらえるととっても嬉しいです。ということで、第10位の発表になります。第10位はですね、こちらです。ドーン。リセのこちらの新作のコンシーラーになります。これはまずちょっと見ていただきたいんですけれども、チップタイプなんだけど、こんな感じで結構先端が細いタイプになっています。細いタイプになってるから、すごく小回りが効く、ちょっとちっちゃなニキビだったりとか、こう小鼻横みたいなところにもすごくつけやすくって、今回コンシーラーが合計3つプチプラの中でランクインしてるんですね。これの他と比べた特徴で言うと、馴染みが良くって軽くって伸ばしやすい、ごわつかないみたいなっていうところがあります。で、実際ね、今日はこういうコンシーラー系のランクインが多いので、ちょっとかなり薄めな美容液ファンデーションみたいなもの、本当にうっすらつけているような状態になります。どこでやったら分かりやすいかな。まず手の甲でやるとこのような感じになっていて、ピタッとちょっとクリーミーな感じに見えますが、馴染ませると結構スルスルスルっと一体化していくような感じです。濃いシミとか、すっごいあざみたいになっちゃってるニキビ跡みたいなものは隠しにくいのかなって思うんだけど、ポイントじゃなくて、例えばこの顎全体の赤みをちょっとこう隠すとかにはすごい向いているのかなと思います。なのでポイントで使えるようにビセさんはこのちっちゃいチップで提案してるんだけど、このコンシーラーのテクスチャーの良さ的には結構広範囲に広げる方が私向いてるんじゃないかなというふうには個人的には思います。こんな感じで結構顎の全体の赤みっていうのが綺麗にカバーされました。ちょんちょんって茶色いトラブルとかはこう馴染ませてると、馴染みが良くてクリーミーなので、ちょっと出てきちゃうのかなっていう風には思いました。どんなファンデーションともね、結構喧嘩しないなっていう風に長期的に使ってみてもすごく思ったので、こちらはプチプラコンシーラー革命ということで第10位でのご紹介でした。はい、でそうしましたらですね、第9位はこちらでございます。エトゥセのフェイスパウダーのクールタイプになります。ちょっとひんやりするパウダーなんだけれども、こんな感じでラベンダーカラーになっていて、塗ると透明感が出るタイプです。こちらを第9位に選んだ理由としては、とにかくお肌がサラサラふわふわな状態になります。なのでテカリやすい方とか、脂性肌、混合肌、まあ部分的にすごくオイリーになるのが気になるっていう方にとってもおすすめかなというふうに思ったのと、あとは夏になるとこういう塗るとひんやりするようなクールタイプの化粧品って結構出てくると思うんだけれども、クールがさ強すぎるとさ、ちょっと目に染みたりとか、なんだか刺激が心配っていう方も多いと思うんですね。で、私もどっちかっていうとそういうタイプです。でもこのエチセはこのクール感がそんなに強すぎないので、クール系コスメ初心者とか、使ってみたいと思ってたけど何からトライしたらいいかわからないっていう方は、結構エチセからトライするの個人的にはおすすめかなというふうに思います。実際ちょっとこの後も結構ベース系を紹介したけど、まあとりあえず塗るか、塗ってみようと思うんですけど、こうプレスタイプになっててミラーもついてるのでお直しにも便利で、割と毛足の長いふかふかめのパフがついててスッスッと取ります。このラベンダーパウダーはラベンダーピンクとかではないから、寒色系のラベンダーなのね。なので顔色が悪い日に使うのはおすすめしないかなっていうような感じです。でこんな感じで塗っていって、これこのちょっと透明感が出てきた感じ、トントントンと押さえるような感じで塗っていくとすごくいいと思います。クールタイプなので、ちょっと目の周りダイレクトに行くと最初染みるように感じる方がいらっしゃるかもしれないので、まあ、余ったものを目周りに塗るか、すごい敏感な方は目周りは別のフェイスパウダーを使うといいかなっていう風に思うんですけど、まあ、これ結構ねサラフワになるから、そうだな、私はまあ家で仕込んでいくのもいいと思うんだけれども、お直し用にね持っているとすごくいいんじゃないかなっていう風に思います。クール系の中ではやっぱり手に取りやすいクール感だし、サラフワな印象になって、これからの時期すごくいいなという風に思うので第9位に選びました。血色悪い日はちょっと注意かもという感じです。
そしたらですね、第8位いきたいと思います。第8位はですね、こちらでございます。じゃーん。最近の私の動画でもちょいちょい出てきてますが、結構感動したんだよね。キレイ&コーのキラキラポムポムチークでございます。ポムポムってさ、まあこのね、先端がポンポンってするようなコンシーラーとかでたまにね、あのメイベリンとかであるようなタイプだと思うんですけど、ポンポンちょっとクッションっぽくというか、ふわふわっとスポンジになってて、ギュッと押し出すとチークの液が出てきて、こうちょんちょんって血色感を出すっていうリキッドチークになってるんだけれども、ポムポムってさ、なんか私ポムポムプリンをねめっちゃ思い出すなっていう風に思って、これみんな思い出しますよね。ポムポムって言ったらもう自動的にプリンって言っちゃうような感じじゃない？ちなみに私はちっちゃい時にポムポムプリンのことをずっとポッポプリンだと思ってたんです。でこれなんでかっていうと、これすごい余談になっちゃうんだけど、ポムポムプリンなんでも大好きみたいな歌が確かあって、それがリズミカルにポムポムプリンっていうのがポムがちょっとちっちゃくなるじゃない、ポポポムポムプリンみたいな感じの歌い方だったから、ポッポプリンだと思ってて、ずっとポッポプリンだと思ってたんですよ。で、ある人はポッポプリンってって言ったら、え、ポンポンプリンでしょって言われて、すごいショックだったのを覚えてます。ポンポンプリンめっちゃ好きだったのに、好きだったものの名前ずっと間違ってたみたいな感じで、これは歌のせいだなって勝手に思ってるんですけど、いや、いい歌なんですけど、いや、何が言いたいんやって話なんですけど、まあ、このチークがいいっていう話ですよ。そうで、おすすめしたい人で言うと、リキッド系のチークってナーズだったりとか、今流行ってるもの結構あるじゃないですか。でも結構やっぱデパコスいきなり挑戦ってリッチだし、どんなもんかわからないっていう方も多いと思うので、そういう方はまずはこういうちょっとお手軽なもので試してみるのすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。お手軽なものでリキッドだから試してほしいっていうだけではなくって、かなりねクオリティがね高いんです。私が特に気に入ってるのは、動画でもよく出しているモーブのカラーなんです。ちなみになんかこれ限定らしいんだよね。でモーブのカラー出してみるとこんな感じなんですけれども、なじませてみるとこんな感じ、ちょっと透明感が出るようなくすみ感ですね。で、あとは私が好きな色で言うと、コーラルのカラーも結構ねじゅわっと使いやすい色味なんです。こんな感じで、まあ、出すとしっかり発色なんだけど、なじませるとほらめっちゃ自然じゃない、こんな感じ。ちなみにね、このアプリコットの色に関しては結構ね、なじませてもこのくらいくっきり出るので、私アプリコットよりもコーラルかモーブ推しではあります。で、この後ちょっとファンデーション見せるから、どうせね、ここのメイクを一旦落とすので、ちょっと両方にそれぞれの色を塗ってみますね。まずはじゃあ、お見せしたことないコーラルのカラーを塗ってみたいと思います。これクオリティが高いんだよみたいな話をしたと思うんですけど、なんでクオリティが高いのかというと、まあ、まずこんな感じで塗りますよね。で、とりあえず発色がいいっていうのと、色持ちがいいというのと、こう分かるかな、結構自然に馴染んでいってくれるんですよ。こんな感じでほら、なんかじゅわっと自然に持ってた血色みたいな感じに馴染んでくれますよね。で、まあもうちょっとじゃあ色を出したいとなった時はこんな感じで、とこれね結構個人的にはおすすめ。表面は塗った後にすっごくサラサラになるかっていうと、まあしっとり感はあるっていうような感じかな。でもペタッとは絶対にしないと思います。なのでチークが取れやすい方は、これを塗った後に一旦薄くフェイスパウダーをはたいて、その後にパウダーのチークとかをのせてあげるとかなり色持ちキープしてくれると思います。で、こっちがモーブ。モーブのカラーが私はダントツで好きですね。で、キレイ&コーって本当にツールがいいっていうイメージがあって、アイシャドウとかリップ私も使ったんだけど、やっぱブラシとかの方がいいなって思ってたのね。やっぱプチプラのさ、こうリップとかアイシャドウってすごいいいもの他にもいっぱいあるじゃないですか。でもこのチークに関してはキレイ&コーがいいっていうようなクオリティだなというふうに思います。で、こっちがモーブで、こっちがコーラルのカラーです。ちょっとまだアイメイクしてないから雰囲気がつかみにくいかもしれない、ごめん。でもアイシャドウがちょっと上位にランクインしてるので、後から塗りたいのでこんな感じでお見せするんですけど、すっごい自然じゃないですか。そうで、色持ちがすごくいいのも本当に驚きなので、これね限定って書いてあるの、なんでみんなに言ってもなんでって言ってもしょうがないんですけど、あの気になる方はちょっと早めにチェックしてみるといいかと思います。
はい、そしたらですね、第6位でございます。第6位はですね、こちらです。じゃーん、4月の上旬に発売になった大人気のセザンヌのひじテカリ防止下地のピュアラベンダーのカラーです。何が一番良かったかっていうと、ひじテカリをしっかりと抑えてくれるっていうところと、まあそれでいて石鹸落ちなのでオフも簡単で詰まり感も少ないっていうのと、これはね、あの皆さん、あの今までも他の色出てたと思うので、あ、知ってる知ってるってとこだと思うんですけど、このラベンダーの色味ですよ。ラベンダーの色味がね、すっごい絶妙だったんです。で、こんな感じのね、結構ね、ナチュラルなラベンダーなんです。塗ってないとこと塗ったところで結構透明度変わってますよね。ちょっとじゃあ実際に塗っていきたいと思います。今ね、目から下、あの全部落としてきました。これはさ、ちょっとさすがっていう風に思いましたね。こんな感じでちょっと塗ってみますね。秋冬にたくさん出て流行った美容液ファンデーションたち、春夏使うの崩れとかも含めてちょっととやっぱ勇気いりますよね。どうしよう、封印させるかなって今悩んでる方多いと思うんですけど、そんな方はね、これをうっすら仕込んでもらえれば、結構秋冬のトロッとした美容液ファンデーションとかツヤ感が出てスキンケア感があるようなものも、これを下に仕込むと意外とちょうど良くなると思います。私も結構乾燥肌寄りではあるんですけれども、春夏これから汗をかく時期に、あの美容液ファンデーションたちを保湿系下地と合わせて使う勇気はちょっとない。多分ちょっとね、ドロッとしちゃう時もあると思うんですよ。でもこういうものと合わせてあげることによって、うまく通年使えるのかなっていう感じです。どうですかね、なんかこうあんまり浮きすぎてる白さではなくって、でもラベンダー特有のこう木くすみを取り払ってくれてる感じはしっかりあるんですよね。健康的なトーンアップ感を叶えてくれるっていうところがすごくいいなというふうに思いました。そしたらですね、第6位に選んだのはこちらでございます。じゃーん、インテグレートのプロフィニッシュクッションでございます。すいません、ちょっとパフ洗っちゃってて、パフは他社のもので使っていこうと思うんですけど、ちなみに私このオークルのカラーを買ったんだけど、日焼けこれからするかなって思って、でもオークルはね、私にはちょっと濃かったんだよね。実際にここの顔下半分塗っていこうと思うんですけれども、結構ね、少量でしっかり、わかるかな、私の肌の色とちょっとだけオレンジっぽいのかな。ちょっと実際なじませていきます。で、結構薄膜感があってピタッとフィットするんですけど、カバー力がね結構高い。で、結構こういう顎のニキビとか膨れがあるところとかも綺麗にカバーしてくれて、これね、二度塗り目の下とかすると本当にコンシーラーいらずのお肌を作ることができます。はい、こんな感じですね。なんかすごく薄膜で綺麗で、しかもこれでいて結構ね、持ちがいいんですよ。なんか持ちが良すぎて、私フェイスパウダーなしでもこれ1日いけるんじゃないって思って、フェイスパウダーなしでも過ごしてみたぐらい、そんなトライをしたくなるぐらい結構崩れにくいです。結論から言うと、フェイスパウダーなしだとやっぱりこう小鼻横とかはまあ多少よれちゃったりはするんだけど、これにちょっと軽めのフェイスパウダーとかつけてあげると本当によれ感が目立たなくって、毛穴感とかシワへの入り込みみたいなのもかなり少ないなという風には感じました。ということでですね、第5位はエクセルから出ましたリップステディのリップでございます。かなりね、これは滑らかなスルスルスルってとろけていくようなリップが好きで、かつ軽めが好きという方におすすめなのと、色はね、結構どれも絶妙で、私が好きなのは SD03 番っていう、こんな感じの色味、絶妙なね、くすみでも若干ミルク感のあるようなカラーでございます。発色もそんなに強くないです。おしゃれカラーを選んだらそれなりに塗った感が出ちゃうよねっていうパターンが多いと思うんですけど、透け感があってすごい軽い、こんな感じです。まあ、これだけ塗るとチークとかリップとか塗らないと血色がリップを塗ったことによってよく見えるっていう色ではないと思うんだけど、このおしゃれ感、これちょっと麻素材のお洋服とか服の見せ方ねでもあの可愛いと思うし、個人的には結構黒のシアートップスみたいなものとか、あとパーマチックな、これパーマじゃなくて巻いてるだけなんだけど、ヘアスタイルとかの時にもすごく決まりやすいかなっていう風には思います。結構私これすごい使ってます。はい、でそしたらですね、やっとこさアイメイク系やってまいりましたよ。第4
4位はですね、こちらのキスのメロウシャドウでございます。こんな感じで結構コンパクトなクリームタイプのアイシャドウになっています。キスリブランディングというかね、かなりブランドの世界観がもう最近変わってきて、どんどんクオリティが高いものが出てきていると思うんですよ。で、私もすごい注目してて、実はこの後の第3位にもキスのアイテムが出てくるんだけれども、その中でも結構これ感動したかもというふうに思います。02番とかに関してはちょっとツヤ系の色味なんですね。02番、ちょっと赤みピンクみツヤというような感じでも、私が結構推したいのがマット系の方なんですよ。51番っていう、このね色が私すっごく好きで、マットなんだけど滑らかに綺麗なグラデが作れる感じ。この色もねすっごく使いやすい色味なんですけれども、コーラル系なんだけれどもブラウン味も入っていて一色でも決まる感じです。滑らかさとふんわりさと、でもまぶたにのせた時にすごいねサラッとしてくれて、二重幅とかに食い込む感じがねもうほぼほぼないと言っても過言ではないのかなというふうに思うんですね。実際塗ってみようか。私が結構使ってるこの51番のマット系の色味を使ってみたいと思います。こう滑らせるときはこんな感じですごい超簡単に滑らかに伸びるんだけど、ちょっと経つとサラサラに表面がなってくれます。で、深みも出しやすいから、もうちょっとグラで作りたいなって思ったら際の方にもこんな感じでなじませてあげると、すごいねこれ一色でめちゃめちゃおしゃれ感が出てくれます。塗ってない方と塗ってる方でこう全然印象違くないですか。グラデも綺麗で、このちょっとパウダリーなふんわりした感じも今っぽいというか、 T シャツにこのアイシャドウにちょっと華奢なゴールドのネックレスとかでポニーテールでちょっと濃いめのリップとかでもすっごくコーディネートとして決まりやすいなっていう風に個人的には思っていて、かなり使い勝手がいいなという風に思い、本当にプチプラのクオリティを超えてるなという風に思いましたので、こちら第4位に選びました。はい、でそしたらね、なんかちょっと外が晴れてきて若干ね明るくなったかなっていう風には思うんですけれども、第3位でございます。第3位はですね、ドゥルルルルバン、こちらです。キスの極細のねリキッドコンシーラーです。私が買ったカラーはね01番というちょっと明るめのカラーになってるんですけど、こんな感じで結構細いんですよ。ビセのさっきのチップのね第10位に選んだものも通常のものの3分の1ぐらいのチップの細さだと思うんですけど、キスはそれよりも細くて本当に細部に使いやすいっていうような感じなんですけれども、形状だけでもちろん選んだのではございませんくてカバー力が素晴らしいというところですね。こういうところとかに少し明るくする要素で加えていく、あとこういう赤みとかももちろんカバーできますし、まあ、でも個人的にはこう滑らかさっていうのもあるのかなっていうふうに思うので、こういう目の下の部分ですね、こういうところもちょっとなじませてみますね。あ、ちなみにねこのコンシーラーの良さをちょっとこれからコンシーラーが2つほど続くのでちょっと皆さんにお伝えしたくって、資生堂のシンクログローのファンデーションに下半分変えてきました。こういう小鼻横のこういうところだったりとかも結構ピンポイントでカバーしやすいです。ピンポイントで頑固なトラブルをカバーしたいっていう方であったりとか、こういう眉下の部分だったり口角だったり鼻横だったりとか、ちょっとした部分のカバーっていうのを繊細にしたいなという方にはすごくおすすめで、この絶妙なラインをプチプラで攻めてくるこのキス、めちゃめちゃ驚きました。で、そしたらですね、第2位でございます。じゃん、リンメルのコンシーラーです。これは結構ね私の最近の動画でもプチプラ界隈やっぱりコンシーラー革命起きてるよねっていう風に出したと思うんですけれども、一番最初にこのプチプラコンシーラー界隈で最近様子が違う、なんかプチプラのコンシーラーめちゃめちゃ良くなってる気がするって、私の中ですごいざわつきが起きたのはこのリンメルだったんですね。今日ご紹介する中ではカバー力を順に並べると、私の中ではですよ、ビセ、キス、リンメルの順番でカバー力が増していくような感じでございます。リンメルの良さで言うと、まあ、カバー力はさっきキスカバー力結構あるっていう風に言ったと思うんですけど、キスよりもあります。それでいてこのビセの滑らかでコクがあって広範囲に伸びやすいみたいなところも兼ね備えています。そういうところで、まあ、一番こうバランスがいい。でも強いて言うとナチュラルコンシーラーが好きっていう人には向かないです。似ているもので言うとディオールのフォーエバーシリーズのコンシーラーあるじゃないですか。それに
にすごく似てます。チップが大きいのも似てる。こんな感じ、なじませるとこんな感じです。結構ね、オールマイティ選手でこの目の下のところとかにもちょんちょんとなじませて、指でポフポフすると結構カバーしてくれるし、赤みがここね集中しているところとかを本当にちょい付けするだけで結構綺麗にカバーしてくれます。赤は鼻横とか、これちょっとわかるかな、ポツポツってシミっぽい何かも結構カバーしてくれます。なじみもよくって、ゴワつきにくさもダントツなんじゃないかなと思います。この今日ご紹介した中で言うと。で、私が買った020のフェアっていうカラーは結構白みが強いので、まあ色選びだけちょっとやっぱりリンメル白寄りの色も多いので、まあできれば店頭とかでちょっとちょんちょんってやってみたりとかすると間違いないのかなというふうに思いますが、私のこの標準色だけどちょっとピンクベースな肌なことによって若干表情より明るく見えてるだけみたいな肌質なんですけど、の私にとって020はちょっと明るめからっていうような感じです。これはね、ほんとすごいね。ある程度のカバー力を重視してて、でもゴワつきが嫌っていう人はぜひこのリンメル一度試してみてもらいたいなと思います。皆様いかがでしたでしょうか。本日のセイリクエッションはこちら。皆さんが最近使ったプチプラコスメの中でおすすめのものがあれば、よろしければコメント欄でたくさん教えてください。はい、ということでこの動画を見てちょっとでもコスメ欲求上がった、物欲上がったという方、こちらにある丸いチャンネル登録ボタンをポチッと押して私にお知らせしてもらえるととっても嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。